スターピースカンパニーの S 級指名手配犯を紹介しよう。ブートヒル、サイボーグ、出身地、住所、年齢、いずれも不明、巡回レンジャーである可能性が高い。情報によると彼はカンパニーに対して数々の犯行を繰り返しているそうだ。この者は極端な思想を持ち非常に危険だと伝統事業部刑事事件捜査チームは警告している。今回の一手請求ではこのボートの罪にまみれた一生を紹介し、彼の対処法をお伝えしよう。今回の番組はカンパニーの警備訓練過程でもあるため、請求列車のアーカイブ管理者炭鉱さんをゲストに呼んでいる。警備訓練、すまない、場所を間違えたかもしれない。ブートヒルと交流する100の話術を紹介してほしいという話だったんだが。いや、ここで間違いない。彼の射程圏外で叫んだり、射程圏内で横になって睨み合いをするのは非友好的に見えて得策とは言えないからな。よし、では早速ブートヒルにクローズアップしよう。犯罪記録によるとブートヒルは遵守の運命を歩む物理キャラクターだ。この大胆なアウトローは派手な行動スタイルで古典的な暴力の美学を実践し、一騎打ちで問題を解決することを好むらしい。通常攻撃では指定した敵単体に物理ダメージを与える。戦闘スキルは指定した敵単体に一定ターン継続する九死の決闘状態を付与する。その間両方は互いをターゲットにすることしかできず、相手からの余ダメージがアップする。この戦闘スキルは EP を回復できず、発動後もブートヒルのターンは終わらない。ここで彼と交流する時の注意事項その1だ。決して一騎打ちはしない。やはり戦うことを前提にしているのか。彼は一騎打ちで問題を解決することを好むが、無差別な殺傷はしない。彼と交流する際、まず彼が発砲しなくてもいい理由を挙げるべきだ。暴発する可能性もあるじゃないか。不幸にもブートヒルと一騎打ちになってしまったら注意すべきだ。九死の決闘の間、ブートヒルの通常攻撃は強化され、敵単体により高い物理ダメージを与える。九死の決闘状態の敵が倒された、または弱点撃破された時、ブートヒルは九死の決闘状態を解除し、ポケットアドバンテージを一層獲得するぞ。ポケットアドバンテージ一層ごとにブートヒルの強化通常攻撃の作陣ダメージがアップする。敵が弱点撃破状態の場合、ポケットアドバンテージの総数に応じてさらに弱点撃破ダメージを与えるんだ。戦闘に勝利するとブートヒルはポケットアドバンテージを次の戦闘に持ち越せる。ここで注意事項その2だ。ブートヒルと相対するとき、初級が低いものは隠れるんだ。ガン首揃える行為は彼を強くするだけだぞ。怒りし勇者はより強き者に刃を向ける。ブートヒルも弱者とは戦いたくないだろう。特定の奇跡を覚醒するとブートヒルはポケットアドバンテージを獲得するたびに EP を回復する。この効果は総数上限を超えた場合も発動できるぞ。必殺技は指定した敵単体に一定ターン継続する物理弱点を付与し、物理ダメージを与え、同時にその行動順を遅延させるんだ。ブートヒルの性格に欺かれてはいけない。彼は大道は至りで監視をモットーとし、一発で弱点撃破できるなら二発目は使わない人だ。ブートヒルが秘技を使用して戦闘に入った後、初めて戦闘スキルを発動するとき、敵に一定ターン継続する物理弱点を付与する。ここで注意事項その3だ。戦場で強靭な心を保てば守りを突破されることはない。総まとめといこう。遵守の運命を歩むキャラクターとしてブートヒルは一騎打ちを好んでいる。相手を倒したり弱点撃破したりすることでポケットアドバンテージを獲得し強くなる。戦闘スキルのバフと必殺技が付与する物理弱点により、彼は強敵との戦闘で大きな脅威となる。だが私が言ったことを守るように、一騎打ちするな、射程を連れていくな、覚悟を決めろ。そうすれば彼など恐るるに足りない。この3点結局一騎打ちにならないか。お、今年の優秀社員が名乗りを上げた。注意事項を全部覚えたようだな。では模擬戦で復習をしてみよう。ふん、射程を2人連れているぞ。一騎打ちするなを覚えているようだな。だが何か忘れていないか。しまった、ブートヒルが先に戦闘スキルを発動し九死の決闘状態に入った。そして強化通常攻撃、卑劣な先制攻撃によりポケットアドバンテージを一層獲得。しかしこれは非道徳的行為だぞ。その非難は無駄だろう。我らが勇敢な社員の猛攻は見事にブートヒルの気迫を削いだ。
狡猾なブートヒルはまた同じ技を発動し、ポケットアドバンテージをもう一層獲得。問題ない。依然こちらが優位だ。少し時間がかかったが、優秀社員は射程を連れていく名を思い出したらしい。どっしりと構え、ブートヒルにチャンスを与えないつもりだ。弱点がないなら作れば。この一撃は大ダメージを与えて味方の行動順を遅延させたが、我らがチームリーダーはまだ倒れていない。キョッ、強化通常攻撃くらいもう一発受けられる。それから大金来たくない。では身をもってこのボートの凶悪さを教えてくれた我らが優秀な社員たちに感謝の意を示そう。これで分かっただろう。ブートヒルと仲良く交流できる可能性は限りなくゼロに近い。このようなボートに。フクロウさん、ブートヒルが攻めてきました。あ、私たちが訓練してる隙を見て攻めて。もしもし、このベイビーだもん。あんたがあのラブリーレスのラブリーバードだな。俺の腕前を知っててよくあんな綺麗で感動的で優雅かつ耳障りのいいラブリーフレーズを堂々と口に出せたな。待ってろ、このウーボで徹底的に愛してやる。いや、彼がこんなんなら早く言ってほしかったな。番組に意見があるようだけど、なかなか友好的ではないか。あ、いや、おそらくそんな意味ではないと思う。